はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回はジオゲッサー、何の職業が一番強いかクイズよっ。はい、ということで今回ですね、ジオゲッサーをする上で一体何の仕事をしてる人が一番ジオゲッサーが上手いかということで、ジオゲッサーを単純に上手くなるのはまあ勉強すればできるんですけど、はい、普段の生活の中でね、ジオゲッサーがどれだけ上手くなるかっていうのは普段の仕事とかに関係あると思ってて、今回お呼びしたのは東大生トラック運転手。トラック運転手結構俺いけると思うんですよ。確かにだいぶ走るから、まあ、高速道路とか出たら一発で分かるんじゃない、ね、うっ通ったことだとかになる可能性トラックだいぶある。あとはウーバーイーツ。ウーバーイーツも局所的にその人が配達する地域とか、あとは、地図会社の人。これさ、地図作ってる会社の人っていうのを読みました。これ多分一番すごいかな。これは強い、強そう。だってひまじんさんがこれはいけるって言った人は水商売の女。ああ、水商売の女の人わかるのか。まあ、それもその地域じゃないと。だからひまじんさんが水商売の女がいけるっていう風な話だったんで、いや俺はいけると思いますよ。これはいけるかな。はい、え、なに、え、ひまじさん嬉しそうだね、なんか。いや、ちょ、やめて、ちょ、やめて、ほんとに。そんなことは思ってないですよ。あとは、ただの無職。これが一番おもろい、俺。これ一番おもろいやろ、これ。あと、タクシー運転手。タクシー運転手も、その人の活動地域なら強そうかな。まあ、確かにね。この中だと、やっぱトラック運転手、タクシードライバー、地図会社の人じゃない？あ、確かに。すごいな、なんか、一種格闘戦感半端ないの。でトーナメントでやっていっていく感じです。で、まあ、2対2でやるんですけど、まあ、基本的にクンとヒマジンと盛り上がらなさそうな方にベノムが入ってでいく感じのイメージです。まあ、ピン係になるっていう、まあ、クンとかヒマジンが答えちゃったらもうクンバスヒマジンになっちゃうんで、まあ、そこはどこに打てばいいですかって言って聞くみたいな。で、まあ、話を盛り上げる役がヒマジンさんということになります。はい、はい、頑張ります。じゃあやっていきましょう。まず第1戦目が無職 VS ウーバー。おね、無職の方なんですけどね、ちょっとオープンで募集することはちょっとなかなか難しいよ。無職の人なんか いなくてね、なかなか難しい。ただの無職を募集するのがむずすぎて。50人くらったの方からぬいくんに来てもらいました。そうもろいんだけどこれマジかわいすぎる。ただの無職。ただの無職これ。そうですよね。今ディスコードでやってるんですけど、ディスコードの名前ただの無職っていう風に書いてあるんで、じゃあやりましょう。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ただの無職とウーバーの人。はい、ということでただの無職お願いします。意気込みを。頑張ります。自生活は何も頑張ってることはないけど、ひどい。塩月さんは頑張ると。ひどすぎる。で次がウーバーの人、よろしくお願いします。お願いします。これ名前さ、なんて呼べばいいんだろう。これウーバーの人って呼んだらさ、このルールでいくと水商売の人は水商売の女の人って言わなきゃいけなくなるってことなのかな、これは。まあでもそれでいきますか。でもそれでいきましょう。そっちの方が分かりやすいですしね、はい、確かに。とんでもねえ。ちなみにウーバーの人はウーバー歴はどれくらいですか。1年半とかですか。あ、結構、あ、結構もう。じゃあ無職の人は無職歴はどれくらい。6年くらいかな。あー、だいぶベテランだ。歴で言えば無職の方は負けてるか。強すぎる。だいぶベテランだこれ。で、V2 にウーバーの人入ってます。はい、お願いします。で、多分ヌイはベノムと一緒がいいから、ちょっとウーバーの人ヌイチェンジにするか。もちろん日本マップなんで安心してください。どうしても世界やりてんだっていう風に2人とも言い出したら世界になるかもしれないですけど、日本で大丈夫ですよね。確かに世界規模でウーバーやってる方とか、世界規模の無職意味わかる。世界無職は世界規模だろ。世界規模の無職ってなんだ一体。じゃあ大丈夫ですか、日本マップで。お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ無職の方お願いしますね。はい、いきますよ。で俺だけピン打つので、どこに打てっていう風に言ってもらえれば。はい。あ、ヌイは打たないんだこれ。え、ヌイも打つ。あ、ごめんなさい、ヌイも打ちます。あ、なるほど。2ピン分打てる。俺は打たない。そう、頑張りましょうか。ぜひ勝利を。頑張ります。ひまじんさんはあれですか、敬語の方がいいですか。いやいや、もう俺が敬語でいきますよ。もう全然気持ち悪い。やだそれ。ワンチャンディスコードでジオゲッサーの画面とか共有できたら一緒にその場所動きますね。あー、なるほどね。ガチでジオゲッサーわかんないけど。いやいや、それもウーバーの知識でね、ぜひちょっと頑張ってもらって。ちょ、ウーバーイツ舐めすぎね。ちょっとねえ、まあ、無職だったらいろいろなんか時間はあるはずだから。あ
言うてでもヌイめちゃくちゃゲームうまいからね。あジオゲッサーも多分やり始めたらめちゃくちゃうまいと思うけどな。覚えたりできそうだし。まあ僕は何のアドバイスもしないんでね。これヌイさんどこだと思いますか。なんかめっちゃ田舎っぽい。めっちゃ田舎っぽい、まあそれはわかる。それはまあ誰でもわかるよな。まあえジオゲッサーやったことあるの。一回もない。本当に。あ一回もないんだ。動画は動画はなんかちょくちょく見てる。あなんだこれ。無職的にはいや、うん、本州のどこか。まあ、絶対自分が住んでる地域じゃないよな、これ。うん、北海道しかわからないから。あ、北海道、なんか北海道無職多いな。確かに。MS トーマス。さあ、頑張ってください。八戸市立な中野小学校ね。あ、はいはい。これ、ハット八戸か八戸。はい、ちょっとバカなのバレちゃうからやめよう。いや、俺もわかんないです。俺も読み方わかんないです。どうすか包帯と長輪ね。これもうウーバーで行ったことあります。あるわけないよね。ウィークポイントですからね。たまたまね。たまたまちょっと弱かっただけですから。確かにね。っていうで起きたらね、一瞬ですもんね。ああ、まあ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 。当たれば当たれば当たればピンポイントで当たればちょっととんでもない。東京を求む。ね。あっちゃみこれ、時間制限ありますからね。残り1分ですよ、これ。え、ちょっと本当にどこだ、まあ、そりゃそう。だってこの漢字が読めない。感じが良い。ねえ、まあ勉強ね、だって無職だと。え、ヌイって勉強の方はやってきたの？一度高校は入ったから。ああ。入った。あと30秒だよ。これ座って書いてある。座ってどこだっけ？なんか座庫とかあったよな。どこだろうね。どこだ。これどうやってあれするんですか？ピン。ピンは右下、右下のマップ開いて。どこに打てばいいですか？僕は。ここら辺。あ、じゃあもう打ちますよ、じゃあ。はい。大体日本の真ん中にやったら。ああ、まあまあ、なるほどね。リスク分散ね。リスク分散してるか、これ。なんか日本の真ん中に2人組が。これ、どうしますか、どうしますか。でも、八戸でしょ。はい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 。八戸って読むでしょ。聞いたことあるのよ、俺。はい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 。これ中卒的に。はい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 。これ、北海道ら辺です。あ、ここの北海道ら辺。ちなみに、ウーバーでの移動距離って今何歩ぐらいなんですか。どんぐらいだろう。でも1日何キロとか走るからで1年半って考えたら大丈夫ですか。結構1年も走る。待って待って待って、札幌打ちます。一旦札幌 OK。 じゃあ俺ここら辺打てばいいですか。あーもう適当で。いや合わせましょうか。俺も札幌あたりにポチッと意味ないでしょ絶対それ。まあこれ捨て物ですからね。今回ウーバーではちょっと弱かった。でもおお当たってるじゃないですか。あ、まあこれがあれか。これ仕事してるやつ無職の差か。これそういうこと。ウーバー歴の差でしょ。ちょっと、ま、外の街のね外観で。あ、知りません。あ、知りません。ここ、ここウーバー来たことないですかね。なんか。なわけないよね。多分これウーバー頼めないとこだよね。俺んちの近く出てこないから。これっちの近く。おい、まずいぞ、まずいぞ、無職。また、これはどの辺。また田舎だ。あ、がっつり。でもさっきより田舎っぽい。田舎か、田舎じゃないかみたいな。うん、なんか、ジャッジの仕方がね、なんか。ね、これ、日本翼。ね、これ、怪しそうなの、俺。え？何？日本なんとか総本部だって。そういう宗教とかそういう系は何県かな。そうやりそうなところ。そういう系西日本やりそうなんだよ。西日本だよなやっぱり。天理教のイメージじゃん。やっぱり西日本ね、連中だよなやりそうなのは。ウーバー頼めない地域のとこだよねこれ。これギリ頼めない。これジオゲッサー力でしょ絶対。岡山県ね、岡山県、IC。岡山県わかります。岡山県ね、岡山県はね、きび団子食べに行ったぐらいかな。きび団子食べに行った、あ、ウーバーですか。いや、プライベート。プライベート。いや、鬼プライベートよ。でもこれ多分意外とね、向こうちゃん結構考えてくれるから、で探そうと思えば多分探せるよね。なるほど、多分確か間違いないです。多分ここで無職と仕事してるやつの差が生まれるんですよこれ。圧倒的に。やるとこちゃんとやるっていう。もうだってほぼだってこれ運転してる景色だもんだってこれ。見たことあるような気してきた。これ岡山の。岡山の、はい。で、多分田舎の方だから。はい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 。一旦じゃあ僕がこの西の方を打って。はい。どこを打てばいいですか。暇人さんに東側打ってもらうか。俺に東側。わけ。わけ行こう、わけ。わけ町行こう、わけ町。わけ町。え、これ、え、ちょっと俺もうちょっとゆっくりやりたかったな、ジオゲッサー。勝っちゃうよ。勝っちゃうんだよ、これ。え、なんかさ、有名な都市の名前とか全部わかる。え？県庁所在地ぐらいはわかるよ、みたいな。有名なとこだったらわかるかも。ちょっと無名なところはわかんない。無名なところ一応、有名なところの地名は俺は見つけちゃったけどね、今。一応もうすでに。何々市って書いてあったな。え？
ってどこにある？多分ね、外に出慣れてないから、多分まずジオゲに慣れてたら、探すところがなんとなくだけど、知らないと確かにむずいのかな。どこを見れば情報が載ってるみたいな。さあ、20秒。おいおい、相手撃ったぞ。っどうする？え、ちょっと待って。早くね、もう20秒しかない。お、まずいぞ。どこで、この辺に撃ってください。どこだよ、どこだよ。あ、この辺、青森らへん。うん、あ、青森らへん。青森らへん。わかりました、わかりました。リスク分散。あ、これただの無職負けるんじゃないか、普通に。いやいやいや、でもね、ただの無職で勘がいいんだよね。おお、津山市って書いてあった。そう、津山市って書いてあった。すごい勘の良さ。おお、すごい。やっぱね、やっぱ宗教やるようなやつの住んでる場所っていうのでね。西日本一瞬でノックアウトできんじゃうんです。あったあったあった。あった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 。さすがにわかるか。さすがに。バカにしすぎ？ほら。なるほどね。いや、向こうあれ、無職強いっすか？俺もしかして。あれ、これ強いんじゃない？これもしかして、この。いや、どこにでもある景色来た。なんかちょっと住宅街っぽい。うん、今までと比べたらね。小泉さん。え？なんつった？小泉さん。え、なんか、え、小泉。お前、もしかして表札読んでる？お前、もしかして。あー、そうです。なんか、泉さん、泉さんが住みそうな場所を言えばいいんじゃないんだ、もう。小泉さん家ね。小泉さん家届けたことあるかな。小泉さん来た。小泉さん家届けたことあるかな。いるんちゃいます？今までの中で小泉さんは全然。小泉さんあると思うけど。いや、まあもう山かに頼るのも手やで。もう関東打てば。関東らへん。打てば相手ビビるで。関東でもちょっと田舎の方。ああ。この辺かな。うん。じゃあ打ちます？もう。打ちますか。まだ1分あるけど。俺どこ打てばいい？これ。じゃあこの辺。どこどこどこ？岩手らへん。岩手？関東じゃないの？なんかさ、ぬいなんか北好きだよね。なんかとりあえず北には行くけどみたいな。しょうもないとこ来た。いや、ここしょうもないとこ来ちゃダメだね。ちょっとまず住んでる。ウーバーでもしかして、道の細い場所で、うわ、しょうもない道のり出たとか言います？もしかして。めっちゃありますよ。届けにくい場所で、ちょっと愚痴もね、漏れちゃう時も。細い道で、片車線しか通らないようにしてないみたいな。向こうから車来るみたいな。行ったら行ったで行き止まりみたいな。もうしょうもないな。え、向こう早いっすよ、向こう早いっすよ。ガチか。おい、ひたちなか市ってどこ？ひたちなか、いや、ちょっと僕はちょっと言えないっすよ。ひたちなかってどこっすかね。あー、これ居残りパターンの可能性あるか。なんだってね。ひたちなかね。じゃあ一旦仙台の方打ってくれ。あ、いや、自分はどこ打てますか？東京。東京、聞いたことないけど。オッケー。自分東京にじゃあ打ちますね。ちなみにこれは多分茨城ですね、これ。日立の方だったね。すごい。でも、いい感じで互角なんだな。ウーバーも無職も一緒か、これ。おお。あれ、ウーバー歴出てるんじゃないこれも。これダメージ最小限で抑えた。これウーバーのおかげで。日立なかし、あ、知ってたわ。あ、知ってた。一緒に前バットだね、これ。あ、熊本市。あ、熊本市。もう速攻そうぜ、これ。ウーバー、関東が出たら強いかなーって。あ、もういきなりなんか面倒だ、これ。ね、落ち着け。あ、熊本市。お、行きます？じゃあもうさすがに。行きますか。これ結構精密ゲスできるよ、多分。だよね、多分この辺。こんなにあれ、まあ行っちゃったけど。だって、住所書いてるじゃん。目の前に、何区、何々町目、何々って書いてる。あ、ほんとだ。全然見えなかった。ニートブチヨゲじゃないから、そんなにこうすごいことにはならないんじゃないか。お願いします。じゃあ、え、多分 見つけられんよ、多分ぬいくん。これ多分字読めん、多分熊本県って読めない。無職は字読めない。熊本市多分読めない。あ、やば、待って。越三丁目なんかありますありますよ、ね、越三丁目だね、これで。どこらへんすか、越三丁目。越三丁目は多分ね、そこらへん。どこにでもあるよ、多分。熊本だもの。あちょっと、ぬいくん焦っちゃったんじゃないこれ。これこっちは外れちゃって、この4点でかいっすよ、これもしかして。でかいよ、これ。あと響くよ、これ。大丈夫そう？いや、俺だって、相当やってんだな、やっぱり。なんか一瞬でわかるもんな。頭おかしいんだと思うよ。ああ、まあ、差はつかず。こっからね、ダメージ上がるから、倍かかってくる、こっから。ちょっと、神戸？神戸って書いとるやん。打ちます？あ、神戸ってどこだ？あ、確かに。あ、ここか。確かに。これも割と精密ゲスできそうな情報があるけど。やってみるか。でもなんか知らないな、これ。スズランダイ。スズランダイってなんかこのどこだっけな、これ見たことあるな、この地名。まあ、ギョースとかカインとかあるからね。でかい施設があるとまた。で、北海道以外になんか行ったことがあるところとかあるの？なんか修学旅行とかでも。普通の旅行で沖縄とか。おお、反対まで行ってんの。あと東京ディズニーランドとか。東京ディズニーランド、それどの段階で行ったの？無職段階になってから行ったの？いや、小学生の時になんかママ友となんか。クソ昔すぎて。
あ、これ届けたことあるんちゃいますね。え、ガチでありそうな景色来た。やめて、ちょっと待って。神戸ひよどり台ってんだって。おお。神戸だって。神戸。届けたことあります、もしかして神戸まで。んー、ないね。遠すぎますよ、ちょっと。お料理がね、ちょっと、冷え冷えになっちゃいますよ。ひよどり台がどっかわかんないね、まず。まあ、そうですね、確かに。ひよどり台わかんないけど、え、マジ、ジオゲッサー力出してくるなら、はい、まっすぐ行くとスズラン台でしょ。はい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 。スズラン台がどっかわかんないね。あ、炭だね、これ。無理だね。正直言いまして、東京以外全部一緒だからわからん。ウーバーで今までのクソ客とかいます？クソ客？え、ほぼほぼいい人。住んでる、そう、配達してるところがいい人しかいないから。おお。基本的にいい人。あ、ヒヨドリアありましたね。ああ。まあまあまあ。まあ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 、ね、これぐらいあげるよ。これぐらいはまあまあまあ。うわ、また。んでもなんか、あ、違うか、なんか北海道っぽいって思ったけど。だったら行けばいいんちゃう？え、これなんかめっちゃ北海道っぽい。行くか、ね、行っちゃおう、行っちゃおう。行ける。まずか、はい、勘にさしとこう。勘はいいね。なんかこの二重の扉が。あ、さすが。やっぱわかるんだね。二重の扉の中に住んでるもんな、そもそも。あ、指示出してくれればさしますよ。いや、甘えじゃない？ちょっと。甘え、あ、もうね。無職にそんななんか、二人も寄ってたかって言っちゃったら、ちょっと怖いじゃん、ちょっと。やりすぎ。オーバーキルになっちゃうからさ、マナー違反でしょ。うわぁ、ちなみにここわかんないね。ここ一旦ね。一旦ね、ここ一旦かも。早くない？向こう。ちょっと早いって。あれ、無職にちょっと負けちゃいません？これ、大丈夫ですか？どこ刺せますか？残り13秒。一旦投票してくれ。一旦、自分はどこ刺せばいいですか？大阪っすね。大阪っすね。オーケーっす。結構寒そうっすよ。あれ早く行ってよ、それ。あれ、ウーバーさん、ここ、ウーバー届かない地域だよ。ここ届けらんないよ。ここ届けらんない地域。あー、勝った。おぉ、しかも旭川。マジ？さすが北海道出たら強い。北海道に6年間引きこもり続けた男の凄さじゃね、これ。強いわ。強っ、はい。お疲れ様でした。ですね。無職なんですけど、北海道に引きこもり続けた男だから北海道のことを何でも知ってるっていう状態になって、一瞬で気づいた。一瞬でこれ北海道とかって言って、一瞬で気づいて。さすがだったわ。ちょっとこっちはね、チョークポイント疲れました。ウーバーのカバー圏外のとこ出されて多分届けてないっす、北海道はウーバーやってないっす。あー、なるほど。じゃあもうしょうがないかもな。すいません、ちょっと。ありがとうございました。無職の人だけちょっと VC3 に残っててもらいますので、ちょっと動いてください。次はタクシー運転手VS 地図会社の人。おお。岩手さん、どっちがいいですか、タクシー運転手と地図会社の人。でもどっちも話面白そうなの、いろんななんか。そう、でもどっちだろう。勝ち馬に乗るなら俺はタクシーかけますね。ちょっとタクシー。ディスコードのタクシーのアイコンが女の子だから話したいなと思ったわけじゃなくて、あくまでタクシー運転手の子は勝つって思ったんだよね。そうですよ。普通に考えたら地図会社の人勝つって思うけど、でも普通に地図会社だろ。ひまじいさんはでもタクシー運転手の人のなんか可愛いアイコンに惹かれたんだよね、多分。違う。いいよ。これで女の子じゃなかったらやばいな。アイコンだけ女の子で、あ、どうもですみたいな感じだったらやばい。いや性別とか知らないからな。そっちでしょ、絶対。それ男性でしょ。いや、絶対地図会社の人。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい。ちょっと待ってくださいね、サーバー作るんで。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと便宜上、タクシードライバーの人はタクシードライバー、地図会社の人は地図会社の人と呼ばせていただきます。よろしくお願いします。タクシードライバーの人は女性なんだね、珍しい、はい。よく言われます。いや、なんかディスコードのアイコンがめっちゃ可愛かったんで、ひまじんさんが俺タクシードライバーの人と同じチームがいいって言って聞かなくて。いやいや、言ってたけどね。言ってないって。これ私じゃないです。あ、私じゃない。あ、まあでもまあ女性だったらでも一緒です。もうこれ男性だったらどうしようって話してたんで。いや、そんな問題じゃないでしょ。そういう問題ですね、はい。地図会社の人地図会社の人はすごい。これちなみにこの企画をするきっかけになったといえばきっかけになったんだよね。そう、地図会社の人でニート部のあたおかに入ってもらって、わっ、あ、知ってる、この会社の人いるんやって思って、いろんな職業の人戦わせたらおもろそうやなって思ったっていう、ただただのが走りなんで、ね、走りなんで。じゃあ地図会社の人もよろしくお願いします。お願いいたします。はい、じゃあ VC 移動お願いします。ちなみに自信はありますか？いや、あの、地図はですね、あの、どちらかというと方向音痴かつ地図があまり読めない方です。ちょっと待って、地図会社の人じゃないの？あれ？いや、あの、歴史として地図会社の人なんですけども。だって
俺になんか地図のなんか面白そうな本プレゼントしてくれたはずなんだよ。結構もうタクシードライバー歴は長いんですか？今半年で、去年の12月から乗務してます。おー、タクシードライバーだ。結構地図勉強するみたいなの聞いたんですけど。今千葉でやってるので、千葉のその自分の営業地域だったらわかります。おー、じゃあ千葉出たらもう得意分野の可能性がもうそこピンポイントできたら、もうあの道までわかります。やばい、千葉来たらじゃあもう一撃必殺ぐらいのもうノリで。そうですね。ちなみにそのどう地図会社でどういう部署みたいな、どちらかというとの社内のシステムを作るみたいな、あれところに所属してまして。始まってしまいました、ぬるっと。なんだここ、待って、あれもしかして待って、まずいぞ。俺らの一番の予想はここだろうと思ってたけど、いや、そう絶対優勝候補だっていうね。ジオゲッサーの動画は割と普段見てる、まあ、序盤は見てたんですけど、最近はあの再生回数を稼ぐためにミュートにしながらちょっと垂れ流してるみたいな感じです。で、実会社の人あるまじき声みたいな感じで、なんか一番しかもなんか結構そこを押してきてたよね、俺に対して。なんか、いや実は自分こういう感じで働いてまして、あ、すごい、あ、ジオゲッサーやってる人は興味あるなって思ってたのに、なんか全然なんか、まさかの実は全然でして、いや非常に申し訳ないなと思いながら、とはいえもうここまで来たらやるしかない、やるしかない。いや本当に指名は割と出てるっていう、人に動いてもらって。はい、ちょっと千葉ではなさそう。ね、さっきもウーバーの方と一緒にやったんですけど、範囲圏外来ましたからね、ウーバーの。いや、そうですよね。これどんどん歩いた方が、あ、そうですね、バンバン歩いてなんか情報を見つけてもらって。あ、逆に千葉まで行けばワンチャンあるかもですかね。そうですね、千葉まで歩いたらありですね。そのスタート地点逆算で行けますんで。どんぐらい走るんですか、1日タクシーで。まあでも私日勤なので、だいたいその100キロぐらいなんですけど、夜勤とかだと300キロとか。これタクシーですね。そうですね。これここに、あ、これ岡山って書いてありますね、ここ。おんますか、ここにあの営業地域書くんですよ、タクシーって。ここに、あ、本当は岡山って書いてる。え、これ岡山で確定ですね。あら、よかった、ちょっと、あ、すげえ、タクシー知識。これ絶対書いてるもんなんですね、ほとんど。あ、絶対書きます。ここのもう前の横に書くって決まってるので。で、珍しいです、アンドナインのは珍しいですけど。あ、そう、この上のなんか光のやつですか、光るなんか。はい、で、これスーパーサインって言って、あの、はい、空車とかって書いてあるんですけど、これがもし空車だったら確実にここで営業してるので、岡山確定するんですね。あ、なるほどね。地名はね、知った地名は出てくるはずではある。でも相手も押してない、あと25秒で押さないといけないんで、こうなんか僕にどこか行ってもらえれば。浅ヶ瀬ってどこだ。あと13秒ですよ、これ大丈夫。押さないと。都道府県行ってもらえば押します。じゃあ、あの、愛知で。愛知、お、すごい、愛知ぶっぱってのこの辺とかにします。ちょっと、あ、相手。あれすげえな、岡山支店って普通に書いてあったけど。すごいっすね、ガチの岡山じゃないですか。よかった、タクシーポイントでしょ今の。めちゃポイント高かった。ちょっとタクシー通ってなさそうな地域来ましたけど、大丈夫ですかこれ。車見つかるまで。ちなみになんか出身的な得意分野的なのってどのあたりですか。今の自分北陸は富山県でして。あー、じゃあちょっとその辺来たらって感じっすね。さあ、情報が少ない、地元にしか見えない。あ、じゃあ地元打ちます。こういう時地元打ったら勝てますよ、こういう時。いや、でも山がないんですよ。あー、自分の地元にしては。あー、どこから見ると立山連峰が綺麗に見えるんですよね。もう山がないんですよね。いや、あの、地図会社で行った時は富山県の人呼んできたみたいな感じになってる、完全に。車もない、まずいですね、タクシーない。もう見渡す限り田んぼない。どこだろう。2分ですからね。ちょっと思ったより短いですね、2分。急ぎ目で行かないと。なんか何もないですね、標識も。しよう、なんか何もない。じゃあ私地元静岡なんで、ちょっと静岡あたりに。いや、見覚えがある。自分はどこさせばいいですか。じゃあ静岡の、はい、浜松寄りの山の方で。浜松寄りの、了解です了解です了解です、山の方で。ここら辺でいいですか。何もヒントがない、大丈夫です。はい、OK です。いや、もう頑張ってもらうしかないですよ、ここまで来たらね。でもなんかさ、これまともなところに行き着くことすら俺できないんだけど、これまずい。地図会社まさかの敗北あるか、これもしかして。本当に何もわからない。地元にしか見えねえな、これ。お、そうか、あ、あれ、お、あれ、あれ、見つけたぞ。見つけないっすか、なんか、あれ、高岡、富山じゃないっすかこれ。もうどこか全然わかんない。おー、
俺もう地元いいのかこれ。だって今さ、最初の初動でさ、ここは富山ではないですねって言ってまさかの富山めっちゃ主張してたのにがっつり富山っていう。おお、あ、分かるんですね相手。特定していきましたね。あ、お米があったから。あ、確かにワンチャンある。お、住宅街、これは情報取れるんじゃないか。さすがにね、これは多分どっか看板とかあるよね多分。いやいや、でもそう考えるとニトブの上下でまず電柱見るって頭おかしいよ。いや確かに電柱なんか見ないからね普通に考えて。速攻で大通り出る前にまず電柱見るもんね俺。大分県、大分県、あー、大分市ですか。電話番号も大分県のどこかだね。あ、でもなんかタクシーありそうで、これも横見ちゃえばありそうですね。でも千葉だったらワンチャンも一瞬で行けますもんね。あ、そうですね、千葉だったら違いそう、難しい。あ、大分、大分、おー、ほんとだ、はい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 、大分。もう相手も見つけますもんね、確かに。多分大分は多分なんか見つけそうっすもん。ちょっと行ったことないですね、九州。千葉から、さすがに遠距離走る湯でも、千葉から大分まで走る人はいないっすもん。多分断りますね、大分までだったら。今まで最長でどんぐらい走ったことあるんですか。最長はでも羽田往復とか、あとそのお客さんと東京に行ってそのままその一緒にご飯食べて夜帰ってくるみたいなのがあります。おい、楽しそうですねそれはそれで。おじいちゃんと一緒にそういう使い方もあるのか。こんだけ情報が多いと相手も、相手も大分くらいは多分ね。どこだこれ、エネオス。エネオス、まあエネオスばっかりだからな大分なんて。俺知ってるねここ、来たことあるね。ここ母さんの車に乗せられてここ来たことあるわ。まあ大きな点数の差は開かないでしょうさすがに。なんか幸福の科学もありますよ。どこだどこだ。インターチェンジまで出てきた。あ、おおおお、あ、見つけた。あ、どうだ、ゲスしちゃいます。じゃあもうこの辺りとりあえず適当にやっちゃえ。どこ行きます大分の。どこでも大丈夫です。どこでもいい、じゃあ適当にここら辺に押しておきます。はい、ちょっとピンの差し方わかんなくて。あ、なんかすっちゃってなんか適当に押したらちょっとめっちゃ近いとか。ありがとうございます。あ、まあ差はそこまでつかず、まあ、まあまあそんなに、ね、おさ、いい勝負ではある。うわぁ、ダブルダメージなんで。おおお、わかんないぞこの詩、俺も自信ないぞこれ。どこだ、あいさい、あいにし、なんなんなんだ、どこだ。でも実会社の人からどこどこみたいなの聞くのか。あのめっちゃ意味わからんけどな。全然なんか強者感はないっていう。全く強者感ない。あ、こちらですね、ここはなんか何々線でみたいな感じじゃなくて、どこどこ。あ、ん、愛在市、愛在市って書いてありますね、テリトリーに。いやーちょっと見たこともない、聞いたこともない。でもタクシー見つけるのがやっぱ一番のですね有効次第になってくる。でも田舎になればなるほどやっぱあれっすか、タクシーは少なくなります。あーだと思いますね、都内はもう溢れてるので結構。あー名古屋、あー看板名古屋。でもなんかこれとなんかピンポイントの場所がまあ大体の場所は分かったっす。あ、本当ですか。まあでもなんか今の青看板のおかげで。あ、岐阜ですね。あ、岐阜、おお。岐阜の愛西市っていうところがあれば関東圏出てくれませんね、いい感じに。全然知らない地域ばかり。時にお願いしても大丈夫ですかこれって。あ、どこにどこさせばいいですか。お任せで。じゃあ岐阜市の真ん中押しておきますよ一旦。じゃ あここで大丈夫ですか。大丈夫です。あ、オーケーです、オーケーです、はい、まずいまずい。あと30秒、目星はつけたいところ。どの辺にしますこれ。愛知県さしましょう。愛知県とりあえず真ん中作戦みんなやるんだ。いやー全然わからない。おお、愛西市っていうのが愛知の西っていうのに気づければ。ああ、愛西で、あ、でも近い。ああ、向こうも岐阜をしっかり。いや向こうもなかなかいいダメージ。そろそろ千葉来てくれたら一発。ちょっとやーほら、さあクソ情報の少なそうな田舎がやってまいりました。これ決着つくんじゃねえか。え、めっちゃオレンジの瓦来てる。これは決着ついちゃいそうだね。あ、タクシードライバーが一体どこでなんかドライブしてるのか全く。確かに営業の範囲がどこだかわからない。多治見、多治見ってどこだっけ。
はじみ。全然わかりませんね。いや、全然わかりません。いやいや、わかるはずだ。仕事で見たはずだ。仕事だと、もうデジタル化された、なんか、わけのわからない線ばっかりなので。わけのわからない線。こんなとこ夜道走ったら、ビビるでしょ、もう暗すぎて。ですね、これ落ちますね、これ。くたみ町の看板の。あ、島根島根って書いてありますね、多分。ダイブリードで。多分ね、見つけませんか、あれ。見つけそうかな。千葉県来たらマジ一撃必殺だから、ここ耐えればね。耐えれば。一旦耐えですか。そう、耐え続ければね。最悪もそこまで見つけちゃったら島根県でも二見町探したり。なるほど。島根の。見つかんなそうかな。一旦そのこの辺っぽいとこに一旦刺しました。そうです。自分どこ刺せばいい。あ、これ二人同時に刺せる感じですか。あ、そうそうそうなんですよ。そうなんですよ。あ、なるほど。あ、じゃあ どこでも大丈夫です。ばらけた方がいいとかって。じゃあなんか山がありそうなとこで。ここら辺ですか。あ、大丈夫です。あ、OK です。OK です。まあでもこれむずいぞこれ。さあもう時間がなくなってくるね。もう時間ないちょうどは見えない。な、何県、僕どこに行ってもいいですか。なんか別のところ打ってもいいっすよ全然。とりあえず九州に刺しましょう。九州に。あ、僕も九州でいいですか。はい、熊本とかにとりあえず刺しましょう。適当です。さあ九州ぶっぱ。でもまあこういう感覚的なのもね、まあ、地図会社に言うと優れてくる。あれあれあれ、あー、これは負けたんじゃないか。これは負けですね、これは。あれなんかオーバークラス多いな。無職勝ったり。確かに勝つわけがない人が勝ったりし続けてる。まさかの地図会社敗北。いやー、おお、あれこれ結構リード、勝った、おお、無事勝利。え、これ初手の岡山響いたでしょ。どうでした、タクシーは。1回目も即タクシーゲス行きましたよ。ええ、すごい。タクシーの横には絶対働いてる場所が書いてあるっていう知識。すごい。岡山って書いてあって。おお。じゃあということで、タクシードライバーさんありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次の決勝進出なので VC4 の方にちょっと飛ばしますね。はい、ということで地図会社の人ありがとうございました。お疲れ様です。落ちていただいて、はい、ありがとうございました。はい、退場。退場となります。まさかの退場。はい、優勝候補。お疲れ様です。はい、いや、お疲れ様でした。ありがとうございます。あの地図会社の人クソ面白くて、いや実は何もわからないんですよねって言って、あの地図会社なんだけど、俺にクンフェスとかで、いや、なんかこれ古い地図で、なんかこう、 うちの会社のなんかすごいいいやつなんですよって言って持ってくるから、あ、こういうの好きな人なんだなって思ってたら、いや僕は何もわからないですねみたいな感じで、まさかのこの企画をやるにあたって思いついた人が一番弱い可能性があるっていう。じゃあ次はあれですね、トラック運転手 VS 水商売の人。あ、じゃあこれは東大、デポンはシード。東大はシードですね、もちろん。おお、ひまじんさんは水商売の方とやりたい。ちょっと待って、俺同調で、いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。女性にしたいですか。いや、俺今回トラックで、デポン今回トラックちょっと飛ばします。ということで第3回目は、トラックの人 VS 水商売の女ということで、すいません、ちょっとなんかそう呼ばざるを得ないので、ちょっと役職名でちょっと呼ばせていただきます。水商売の女さんと、トラックの人、はい、お願いします。お願いします。各自その職業の歴、年数をちょっと教えてもらってもいいですか。はい、じゃあ水商売歴、あの合法な範囲でお願いします。水商売歴が3年目、はいはい、あ、3年目、はいはいはい、なかなかね、がっつりベテランですね。トラックの人は何年ぐらい。僕も3年ぐらいやってて。おうおうおう、じゃあ一緒ぐらいだ。つい最近辞めたんです。はいはい、あ、あれ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 、まあまあまあ、むしろ最近ならね、じゃあ、なんかこれ、まあ、無職の人だったってこと。まあまあ、でもね。ほぼトラックの人さんね。ほぼほぼということで。じゃあ、ひまじんさん、トラックの人と、やってきてください。じゃあ、行きましょう。はい、じゃあ、よろしくお願いします。ちょっと、便宜上、水商売の人と呼ばせていただきます。お願いします。はい。ジオゲッサーは見てますか。見てはいるんですけど、と47都道府県の1位すらちょっと危ういところだったりするんで、結構怖いなって。得意ジャンルが来たらいけるかもしれないですね。歌舞伎町とかが来たら。歌舞伎町。よろしくお願いします。もう高速道路とか出た瞬間にはもう結構かなり有利ちゃいますか。そうですね、高速と普段走ってるとこが出ればなんですけど、どこですかここは。高速道路では一旦ないですね。
あー、わかんない、操作が。あえぐるぐる回せばいいですよ、なんか掴んでこう。待って、わかんない、わかんない。あー、なるほど、掴めば回ってる。そうそうそう、まあ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 、大丈夫です。あの男、普段からね、もう男ぐるぐる回してると思うんで。やばい、ね、これ大きい通りに出た方がね。まあそうですね。今のところどの辺とか予想が。今のところは、まあなんか埼玉とか。あ、身近な名前出したやろ、今絶対適当に。池田朝日町。あ、寝屋川市ですね。おお、知ってますか、寝屋川市。もしかして寝屋川市は大阪ですね。おお、寝屋川市知ってんすね。あ、もう僕も関西なんで、だって多分喋り方聞いたら分かると思う。あ、ほんま、確かにそうっすね。でかい道が。そうっすね、確かにないっすね。まあ確かにね、もうこれマジ道狭いんすよね、もう過密で。狭いっすね、こんなとこトラックじゃずっと折れないっすね。え、いつも何トンのトラックなんすか。あ、でもそんな大きくない、3トンとか。3トンで、おぉ、ちっちゃめのトラックなんで、わからんっすね。ちょっとトラック通れるような感じじゃないっすもんね、まだ。寝屋川市もなんか、寝屋川市のなんか町っぽいんで、駅が近くないんで、なんか適当にここら辺で、この辺了解です。一回差し置きます。はい。え、待って、出れない出れない。めちゃくちゃ裏路地で、はい、待って、表に出たいな。表出れましたね、今僕は。え、これ、あれ、あと30秒ぐらいになったので、まずいまずいまずいぞ、まずいぞ、まずいぞ、即死するよこれ。僕はちなみに場所わかりました、もう。やばい、これなんかもうジオゲとかいうレベルじゃないかもしれない。まあまあね、ちょっとこう、あれか、表通り歩けない感じなのか、これはもしかして。さあ、でもあと、さあ、あと18秒だよ。あ、じゃあもう、どうしよう、どっかに、え、じゃあなんか下の方に。下の方ちょっと、あ、まじか、街が回りにさしますか、下なんで。下の方に。うわ、こう、大阪。え、ガッ、え、なんかもう、めっちゃ、これ、まずいっすよ、これ。やばい。相手、700メーターゲストしてた。いや、すごい。あ、もう、だいぶ。やばい、ちょっと強すぎませんか、ちょっと。いや、でも、運よく地元が出たんで。地元って、まあ、地元っていうか、知ってる市が出たんで。これまた女とこ車ですら通れないですね。ガッツリにしますよ、こんなとこ足な。さあ、田舎、田んぼ、この田んぼの感じなんでしょうね。田んぼの感じは関東じゃない気がする。お、でも、おー、少し広い道に。今回は迷うことないんじゃない。広いけど、ただ情報が、ちなみに今日は出勤ないんですか。今日はこの後するかどうしようかなみたいな。あー、なるほどね。なんかすごいフリーランスみたいでかっこいいね。なんか今日行こう、どうしようかな、今日行ったろかって感じで。ワンちゃん行くかも。すごいな。ビニールハウスがあるっすね。え、トラックの時ってどのぐらいですか。移動距離で言えばもうとんでもないっすね。今さっきだったらなんかタクシードライバーの人は1日100キロ。あ、でも僕そんな長距離行くことまあたまにしかないんで、普段地元でこうブイブイはしてるぐらいなんで。あ、まずいっすねこれ。大きな道に出れない。あ、でもなんかでかい道路。いや、なんか出れなさそう。あ、出れない。あ、でも岡山県って書いてますね。おお、岡山の川。岡山の人めっちゃありそうっすけどね。すごいな。市の名前は見つけられたが、全然見当がないんで。まあでも大きな市じゃないから、トラックで乗っててここ知ってるとかはないかもしれないよね。え、やばい、やばいね。わかんない。まあ青看板もない、結構難しい、難易度は高い。難易度高い。じゃあ相手もわかんない。相手がわかんない可能性ありますよね。東北か九州、なんか東北か九州、広そう、はい、もうちょっと打ちます。じゃあ、わかる。でもこの30秒です。絶対に私わかる自信がない。じゃあちょっと水商売固有スキル発動ってことで、くんさん大好きって言ってもらってもいいですか。え、くんさん大好き。あー、山陽だここ。あ、え、そこなんですか。これ1回だけっすよ、これ1回だけっすからね。これ水商売固有スキル、これ1回だけっすよ。これやばい。片岡商売全然わからないですね。山見てみます。山、山、山ギス。山ギスしてみます。僕全然わからないですけど。見た感じなんか周り海とかなさそうなんで。はいはい、内陸部じゃないですか、なんか知らないですけど、はいはいはい、お、向こうも差し引いた。とりあえずこの辺差してもらっていいですか。ここら辺了解、自分差しますね。はい、オッケーです。この辺差すんで。おーおー、綺麗な分散で、おー、一気に。相手もただ分かってたという。相手も分かってんの、こんな場所で。
やばー。まあそうですね、まあ、でも固有スキルのおかげで助かりましたね、これ1回。ありがとうございます。さあこれもうほぼラストチャンスみたいな。やばいよ死にかけ。あでもこれはでもここもすぐ、まあ、特徴的な特徴的なんです、これは。東北、東北塗装って書いてある。東北とは？東北塗装。東北ってなんだ？道の北？北っぽい。北っぽい。道のね。北海道もしかして。お、北海道の北か？北海道の北。え、北海道かな？いやー、わかんないな、これ道だよね。すすきののど真ん中に出ればわかる。すすきののど真ん中じゃなくて、あの、出稼ぎ要素やめろ、そのなんか。なんか広いですね、道が。めっちゃ広いですね。走りやすそうな。北海道ですかね。めっちゃ適当言うてますけど。確かに道が広くて。シティさえわかれば。え、結構もうでも、あ、でもそんな遠くに行ってないんだったら、でもどうなんですか。あ、でも関東、関西、九州は、まあ行ったことあるんで、トラックで。一回聞いたことあるしやったらなんかわかるかなぐらいの気はするんで。いや、わからんですね。いつもでもアマゾンとかお届けしてもらっても頭上がりませんよ、本当に。いやいや、仕事やったんで、やったんですけど。え、ちょっと答えにくくなければなんでやめたんですか。いや、なんか給料がめっちゃ下げられて。あ、そうなの。やめちゃいましたね。仕事自体はそんなに嫌いじゃなかったんですけど。結構運転するの好きで。あ、運転するのも好きなんで、うん、いやー、分からんすね、これ。まずいですね。ひまりさん、北海道の真ん中ぐらいさせてもらってもいいですか。ここら辺ですか。あ、その辺です、その辺です。はい、分かんない、分かんない。でも今回はね、こういうスキル発動できない。できないですよ。まあ残り30秒。あと30秒。これどこか、僕どこさせばいいですか。北海道の、はい、北海道の、あ、待って、これ青看板じゃない。あと20秒。はい、20秒、たどり着けるかな。え、わかんない、東神楽ってどこ。北海道の上の方で。あ、じゃあ私、北海道の下の方刺すんで。じゃあ、この辺刺しますね、なんかもう分散みたいな感じですかね。おお、あ、相手のが近い。 あ、耐えた。まあ、まあね、まだ耐えた。これでも2500点取れば勝ちなんで。確かに、確かに。おお、おあれ、おお、残り200点。次でいけんちゃいますか。これまただいぶ道幅狭そうな。ここでまさかの地元とか出てくれれば。地元とか東京の中の田舎の方で。まあ絶対東京ではなさそうな雰囲気が漂ってるよね、なんかかなり。え、でも私の地元もこんな感じですよ。ああ、横浜とかもこういう景色あるしな。看板を見つけたいが、立川とかその辺出てくる。あー、立川乗り、確かにこれ。あー、確かにね、まあ、これ見たことあるかもしんないね、うん、なんかその八王子とかさ、あの、そうそっち側なんだ、ね、全然あるね。青梅駅とかこういう雰囲気だよね、確かに。あー、そうなんだ。でも、あと1分でしょ。情報が一切取れてない。エクスさんと話したいのに。あー、じゃあもう頑張るしかないですね、はいはい、楽しみにしてたんですよ、めっちゃ。あー、じゃあなんかね、もう今のうちなんかね、好きな食べ物でもの話でもした方がいいかもね。じゃあまずいですね、これ。地名があんまり。ひまりさんとか分かったりしますか、こんなんで。いやー、大見えじゃちょっと分かんないですね。うーん、なんかもう住宅街へ、真ん中に。久留米市ですね。うん、久留米言うたら九州のどっかですね。おおお、あ、確か福岡の近くに久留米が、はいはい、ありますね。おお、適当に刺しちゃいましょうか、もうこの辺に。あ、もう全然刺してもらっても全然大丈夫です。なんだろう、なんだろう、ほぼ負けみたいな。やばい、やばい。何の情報も見つけてない。これ私が下手すぎるだけ。なんか青看板ってどこに存在し、こんな道にはないのかな。まあ、ちょっと青看板があるような道路ではない。そうです、これどうします。これやばい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 。四国。四国、オッケーです。お察しください。はい、私は自分の地元にかける。あ、自分の地元。自分の地元。すげえ、これなんか住んでない。あー、九州。九州ですね。相手全部わかってんだ。いや、相手これもしかしたら強いかも。トラック運転手強いかも。やばいよ、やばいよ。わかんなかった。いやでも一個わかってた、山陽ってのがわかったしね、一個。なんか固有スキルでね。おお、え、もうすごい、もうほとんどピンポイントで、もう、え、完璧じゃないですか。もういいんですか、こんなんで。いやいや、もう全然いいですよ。地域でもう走った分の知識が。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。はい、ということで、トラックの人が進出。ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかね、悔しいところですね。はい、ありがとうございました。あざした。あざした。はい。ありがとうございました。バイバイ。一回ね、あの水商売固有スキルって言ってクンさん大好きって言ったら教えてあげるよって言って、俺が一個俺が打ちました。完全に不正だった。じゃあ東大 VS 無職いきます。あー、いきましょうか。はい、ということで、ただの無職 VS 東大デポンさん。はい、デポンさん。デポン大丈夫？デポンさん？デポン不在っていうね。まあ東大だからね。まあこうなんか温めてるのかもね。なんかちょっとこう今読み直したりして、いろんな。今書籍最後の詰め込みを。最後に詰め込み。ん？いや、だってあのチャットでんとかって言ってるけど、んじゃなくて、いやいや、VC を作ってもらっても。いや、ダメよ。いや、あなた参加税なんで多少わかりますよね。こう撮影のイロハとか。デポンさん、チャットしてもらって、あの VC してもらってもいいですか？ちょっと、おもろいな。デポンさん大丈夫。あー、来た来た来た。でもさ、じゃあ今から貼る URL でいきましょう。うん、でもさ、自信の方はどうですか。無職 VS 東大なんですけど。いや、あんまりない。あんまりない。ちょっと相手は相手は無職だぞ。でも頑張って。どうやってに？ん？てか日本。日本です。日本にしますよ、基本的には。うんうんうん。あの一番喋らんかもしんない。無職ワンチャン勝ち取れるかもしれないよ、この戦い。かもな。ワンチャン無職1位あるで。じゃあ、ぬいさん、自信はどうですか？東大ですけど、相手。いや、でもさっきやった感じ、結構勝てるっていう。あー、自信。ワンチャンある。北海道来たらね、こっちよね。北海道なら。クソ早かったもんな。じゃあ、よろしくお願いします、デポンさん。よろしくお願いします。眠いっすか？まあ、無職相手にも力半分で勝っちゃいましょうよ。うん、全力出しちゃっていいですよ、全力で。あ、もう始まる。もうこれ始まります。うん？わかんねえよ。はい。ああ、なんだこれ。絶対北海道。北海道ではない。また北海道？北海道っぽいけど。お。いや、でもどうなんだろう。わかんないや。自治体名が結構あるんじゃないですか、でもこれは。これ、電柱見ないのめちゃくちゃムズムズするな。え？電柱に書いてある？違う、電柱のを遠くで見たら、ニート部の人は全、まあ、分かる人が多い。そう、なんかみんな違うね、地域によって。でも屋根の見た感じ、雪降りそうだけど。あー、北海道殺しに味を占めてるぬいさんですが、北海道もう一回行っちゃいます？これ。一応東北に刺してもらっていいですか、くんさん。あー、了解です。東北じゃあ真ん中ら辺刺しますか。もう刺しますよ、じゃあ。あー、します。これで相手はもう30秒しかない。ぬいさん、これ相手多分ビビってるで、これ多分デポン。ええって。いや、デポンはそんな動じない。うーん、うん、どうしようかね。これはチューブですね。ちなみに豊田市って書いてますね。チューブの愛知県の豊田市です。結構どうすか、地理は得意なんですか。地理はもうそれなりに得意だったけど、日本は全然わかんない。うん、結構もうスムーズ、今までの中で一番スムーズですよ。看板を作るんだよ、確か。看板とか見つけたらだいぶ。はい。電話番号見てもわかんない。薄いっすね、電話。向こう早くね。デポンさん、指示してくれたら僕刺しますんで。どこら辺刺してって言われたら。マジでわかんない。真ん中刺してくれ。自分どこ刺すんですか。じゃあ、東北あたり。東北あたり、りょうがです。看板ない？おお、デポンさん。向こう札幌してますよ。行けます、勝てますよ、これ。あー、相手が、デポンが近いところに当てている。デポンがちゃんとしっかりね。いきなり削られたぞ、これ。なんでチューブって分かったんだろう。いや、わかんない。電柱にちゃんとでもあったけど。まあまあ、確かにチューブ電力とは書いてあったんだよな。いえ、わかんない、これまた。これまずいですね、これ。まあ、ノット北海道ぐらいしかわかんないね、これは。ノット、なんだこれ。見えない。でも、まあ、かな、情報は取れず。日本の地名は結構わかるんですか。いやー、日本の地名もあんまり大きな特徴が地域ごとでないと思う。世界だったらもっと雰囲気が違うから。あー、確かに日本かなり一緒っすもんね。北海道ぐらいですかね、雰囲気違う。うん。デポンさん、ジオゲッサー全くやったことは。いや、多少ぐらいで。うん、うん。なんでさっきから全然看板も見つからないんだ。飛ばしちゃってるのかな。早いな。姉さん、常に先手打ってくるな。
どこでしょうねこれ。あ、でも大通り、まあ、大通り出れば。あ、なんかファミマなんか書いてあるって聞いたな。あ、何々店みたいなね。あーが書いている。ただ文字が潰れている。ちょっと見えない。読めるか。何か所か。おおおお、あ、福岡だって。福岡。じゃあ福岡打ちます。なんとか2丁目。ちょっと読めない。福岡に立ちますか。はい、お、早い。これワンチャンあるんじゃない。相手が変な方向行ったりしてたら。変な方向に湘南行った。え、湘南わかんない。どこら辺行けますか、俺も。じゃあ大阪で。大阪了解です。全然わかんない。あのね、このジオゲッサーバトルで縫いだけなんよね、時間内にもう差し切った。確かに、あの判断は早い、ね、判断が早いんよ、なんか無職なのになぜか。いや、やっぱゲームセンスじゃないですか、そこは。あ、なるほどね。おーおー、あれこれ、あれじゃない。 あるぞこれ。ある、全然ある。福岡見れなかったか。何が起こったんだろう。福岡なんか一瞬出てきた。やばい、なんか見つけんの向こう早かったっす。負けるわけにはいかない。相手は気づかなかった。あれ、これ無職勝てちゃう。勝つんじゃないか。北海道。おー、早い。じゃあ打ちますよ。はい、打ちます。はい、打ちます。早い。いや、これ逆にでも早く打つことによって、ヌイが即分かったから北海道じゃね。いや、北海道って多分知らないと思うよ。デポンは知らない。そこまで。ヌイの北海道話めっちゃメジャーに行ってないから参加誰も。いや、今の早かったな。20窓。早いな。え？困ったな。困りますね。これ、向こう強いっすね。やばい。東京と大阪でやるしかない。東京と大阪了解です。やばいな。北海道で殺すのかっこいいな。しかも、なんか、なんでもないところで一瞬で。やばい、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 ヌイが強い。どういうことだ。おー、まさかの無職ゲーム、まさか、ジオゲッサーも強いか。強いな。これ強すぎますよ、向こうちょっと。いや、なんかマジで無職強い。強いないですか。デポさん、どうでした。うん、早かった。早かったね。早かった。でも、まあデポね、今度またちょっとエイジオブエンパイアやろうね。ちょっと俺またやり始めたから。あ、うん。はい、ということで無職の、まあ、勝利ということになりました。おめでとうございます、無職さん。すげえ。じゃあということで、まあ、無職は決勝進出なんで、うん、もうちょっと待っててください、一旦。はい。じゃあデポンさん、ありがとうございました。お疲れ様です。看板が見つからなかった。見つからなかった。また次だな。うん、うん、バイバイ。はい。ま、ミュートになったから。時間がゆったり、なんか時間の流れがなんか、あのおばあちゃんちのこたつの中ないよ、時間の流れ完全に。すごいな、無職が。いや、なんかぬい判断と決断力が早いんよ。なんか、あ、北海道、うん、北海道、北海道って言って北海道打たせたり、一瞬で判断するんだよね、なんか、なん、うん、いろんなこと早い。おー、じゃあ次、じゃあひまじいさん、またじゃあタクシーの人がいいかな。でも どちらでも全然。タクシーの人にしますか。俺、じゃあトラック、なんかトラックすごいらしいし、トラックにするか。うん、なんか気になる。はい、じゃあちょっとよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ドライバー対決ですね、これ。さっきと同じような感じで、じゃあお願いします。いや、楽しみだな、トラックドライバー。なんでですか。いや、だってなんか知識ありそうじゃん。だってどこからどこへとか結構広かったんですか。関西で引っ越しドライバーやったんですよ。あー、はい、はい。あー、だったら別に遠く行くことも。やっぱトラックドライバーが一番こう高速道路とか見つけた時には強いのかな。あ、でもトラックの方がより長距離だからね、タクシーとかと比べて。タクシーはこうあれだけど、いろんな地名知ってる要素が、遠く行く分広く知ってますからね。遠く行くことって結構あるんですか。月3ぐらいで長距離っていうか、遠くまで、東京とか九州とか、うん。あ、じゃあもうだって高速道路の名前とかね、絶対見てるはずだしね。カバーしてる範囲が強い。はい、じゃあ行きましょう。はい、大丈夫です。はい。でもそろそろ千葉県に来るんちゃいますか。そうですね、来てほしいですね、そろそろ。ドライバー対決ですからね。でも向こうの方が走行距離が、そうね、なんか都市とかは強いイメージだったんですよ。そうですよね、細かさで勝つみたいな感じですかね。ピンポイントに来ないと勝てないんですね。あ、でも郵便局ありますね。あ、佐賀、今宿、これも探した方が早いですかね、佐賀で。確かに、これもう相手も時間との勝負みたいな。今宿、どうだろう。でも佐賀っていう風についてるの多分佐賀市ですかね。あー、なるほどね、理屈合ってるっちゃ合ってるんだ。どこですかね。どこでしょうね。佐賀と赤いきますけど。
佐賀今宿郵便局。あ、それがほんまにあの佐賀なんかですかね。確かにね、佐賀今宿まだ時間はあるかな。まあでもいろいろなんか情報があるからなんかあんまり差はつかなそうな気が。これもクンさんに適当にピンさせてもらっても大丈夫なんですか。ああ、大丈夫だよ。俺になんかどこ打てって言ったら打てる、ね、どこ打ちます。浄土真宗の正明寺ってどこに。はあ、なんつった、なんつった。浄土真宗正明寺っていう。ああ、正明寺に打てばいいのね。なるほどね。オッケーオッケー。一旦じゃ佐賀のこの辺にちょっと探しておいてからちょっと見てみます。周りを。はいはいはい。あ、やっぱ今宿町。今宿町町の名前か。さすがにね、向こうも多分佐賀まではトラックでやってないと思うんだよね。あ、でもタクシーがあります。タクシーがいる。タクシーがいる。これジャパンタクシーっていうその今のボックスタイプのタクシーなので、はい、やっぱ都市の可能性が高いですね。あ、このタクシーが走ってる時はもう結構都市のでけえ街の周りなんだ。そうですね。あのセダンタイプだとちょっと田舎かなっていう感じで、さっきも田舎だったのでセダンのやつが。あ、確かにセダンタイプ。確かになんか俺の地元もそうですね。生まれ故郷もセダンタイプで結構田舎だったから。私も今セダン運転してるので都市っぽいですねこっちは。じゃあ自分探しの中さ打っときゃいいですか。そうですね、了解です。かこれ公的な建物の雰囲気がありますよ。お、なんだこれは。あ、でも全然会社でした。普通の会社。同窓まで立ってるけど。さあ残り20秒、探しましょう。高野、佐賀ってどの辺ですか。この辺ですよね。この辺に適当に打ってもらったら、くんさんも。あー、はいはいはい。随分なんか佐賀の端に打つんですね。あ、その辺って、あ、長崎ですか、もしかして。ここ、いや佐賀ですよ一応。あの、あ、この線を挟んで、あの佐賀が長崎なんでまあ全然ね。おー、いや、ほん本当に街中じゃん。え、すげえ。タクシーメーターすごいな。使えるな、これ、日本で。使えそうですか。すげえ、全然知らなかった。さ、あれ、都市周りなんだ。そうですね、割と都会の方が多いですね。一発目、もうそうですけど、タクシーメーター使えますね、結構いろいろ。見つかれば限定的ですけど。今のところ勝率 100%。 おお、綺麗だな。いきなり海がドカン。めっちゃ日本海っぽい雰囲気はします。難しいぞ。こういうとこあんまり引っ越しがないんでね。ああ、まあ家が少なそうではある。確かに関西からここに行くってどういう状況の人って感じだよね。なんかいきなり海まで行きますとか、なんか別荘でも買ったんかみたいな。鏡インド。さあ何かの情報を取らないといけない。ちょっとむずいねここ普通に。お、ただなんか看板がある。門前大なんとか園。分からんすね。あんま聞いたことないかな。九州に門司港っていうのはあるんですけどね。あ、確か。わー、これちょっと全然、赤髪地区ってさっき書いてありましたけど全然わかんない。でもなんか日本海どこだろう。なんか東北っぽくないですか。いや俺わかんない、実際マジわかんないな。あ、バス停が、腰細っ。わかんない。褒め言葉か。でもなんか北って書いてありますね、バスの名前が。おー、北なのかな。ちょっと東北の方にしています。岩手とかにちょっとしときます。はいはいはい。私も昔青森に住んでたんで、青森には聞いたことない地名なんですよ、赤髪地区って。おーね。で、秋田でもちょっとなさそうだなっていうので、東北で岩手方面かな。自分もじゃあ東北あたり。そうですね。ここらにいいですか。大丈夫です。はい。波荒いんで。確かに波の荒さ的になんか日本海な感じが。さあ、残り30秒。赤髪しか書いてないですね。赤髪っていう地名。わからないですね。どこに打ちますか、これ。うんさん、この山口の上らへんに打ってもらっていいですか。あ、オッケー、じゃあ打ちますね。なんか、とりあえずこの辺に打っときます。あー、でも、なんか。まあ。おー、でも相手分かってない。おー。これは日本海の地から来たね、日本海の荒波のね。全然トラック要素を立ててないですけど。あ、これ東北じゃない。屋根が、キャンカスですね。あ。あ、向こう当ててくるね。すごい。まあまあまあ、タクシー見つかればね、一発なんで。あ、これ来たんじゃないですか、これ。ありそうちゃいます、タクシー。ありそうですね。てか教習所ですねこれね。わからない。あ、なんとか区ですね。八幡西区。八幡。あ、福岡の気がします。あ、すごい分かってる。福岡で八幡を探しましょう。とりあえず福岡市の左側ぐらいに打っといてもらっていいですか。はい、あ、じゃあこの辺に打ちますよ。じゃあお願いします。あ、ドライビングスクール。あ、福岡。一旦じゃあ福岡にピンさせます。おかしい。森ってどこだろう。地名っぽいっすもんね。
ですね。自由が丘。自由が丘ってなんか都心みたいな名前ですね、割と。確かに。田舎にはなさそうですよね。あ、すげえ、結構地名からゲスしていきますね、結構かなり。探してみます。県は特定できたんで、もうあと C とかですもんね。そうですね、オリオっていうところなんでしょうけど、ちょっと全然わからない。あ、でも、これ、西武不動産って書いてある。なんか西の方なんですかね、福岡の。なるほどね。日本規模で見て西の西武のありそうな気しますけどね。えらいでかい場所に。いないですね。じゃあ、このままの位置で。このままの位置にゲスでいいですか？はい。はい。フラッグですね。フラッグですね。八幡西営業所って書いてるんで。お、八幡はどこだろうね。あ、でも福岡県って書いてますね。やっぱり自由が丘。八幡を探しましょう。わからないんで。さあ、残り30秒ぐらい。さあ、させてもらっても。あ、はいはい、もう刺してもいいですよ。あ、じゃあ九州もなんか空があったような気がしますんで、一応刺しときましょう。さあ、どうだ。おお、おお、これはじりじりと削ってっている。やはりトラックドライバーのが強いか。上の、ああ、オリオ上だった。水巻強い強い。向こうもやっぱ走るんだけあってかなり一瞬で特定してくるすごいですね。めっちゃなんか落ちてる。東京電力ですね。お、そうだね。関東ですね。全然トラックの要素がないです。まあトラックの要素はないものの。もうちょっと情報が欲しいが。なんか住所とか書いてないですかね。何かしらの看板があれば。お、見えないか。ないですね。なんかでも空とかではなさそうですね。めちゃくちゃ住宅街だわ。もう全然どこ行ってもなんもねえ。住宅街ですよ。ちょっと大通り出たいですよね。確かに今勝ってんのだいぶ大通り出た時勝率高いですね。そうですね。何もヒントがない。看板とかなんか書いてるやつないですもんね。何もないですね。あ、でもこれあれですかね、雪よけの柵ですかね。違うかな。あ、ね、あ、でも何のフェンスかこれは国道16号。あ、16号って千葉にあるんですか。千葉にありますよね、はい、16号。おお。でも16長い国道なんで結局。確かに長いか。さあ、東京電力と分かったが情報が少ない。でもなんか東京の区内ではなさそうな気がします。はい、まあそうかも。どこを指します？茨城の左下ぐらいに一旦指しといてもらっていいですか？つくばとか。さあ残り20秒ぐらい。神尾市って書いてる。神尾市はどこだ。神尾市ってどこやわからん。千葉とかかな。ああ、ん、野田28。この辺私統括地区でやってるので。おおおお、野田もたまに行くんですよ。はい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 。ってことは野田が28キロ。岩槻と聞いたことないな。あ、ってことは野田の上の方だから、ここまっすぐ行った。あ、春日部ある。この先ですかね。16号まっすぐ行った。あ、岩槻ありますね。おお、この辺ですかね。おお、なるほどね。自分もじゃあここら辺でいいですか。そうですね、どこでもこの辺ですかね。8キロだと。でここら辺で適当にピンポイント。すごいっすね。10、いや、ピンポイント。おえ、ガチピンポイントじゃん。えすごい。え、16号線目が来た。これ千葉線距離に来た。お、おい、相手が見つかった。これタクシードライバーじゃない。これはいや、まずい。関東ドライバーかもしれねえ。関東、ああ、おー、やばいとこ来た。やべえとこ来たぞ。来ましたね、今回。あ、やば。うわー、これはなんか何の畑だろう。温暖な気候 のところっぽいですよね。確かになんかね。あ、茶畑だ。おお、ほんとだ。あ、違う、え、富士山。あれ、ほんとだ、富士山っすよ、あれ。富士山ですよね。これ絶対静岡ですね。うん。富士山がこのぐらいのデカさで見えるってことは、多分静岡よりも東側だと思うので。はい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 。一旦、この辺で解きます。こんなとこ、誰が走るんですか？あ、でもトラック走ってますね。軽トラか。軽トラがあって。あ、じゃあ、フットトラックですね。さあ、なんか情報あるか？ない。お茶作ってますね、お茶。お茶？あ、でもなんか富士山っぽい山ありますよ。お茶っていうともう静岡でしかないんで。お、すっごい、何もない。看板等々何もないところで。確かでも高速道路沿いでお茶の葉っぱよく見てたんで。お、ここで来るか。山が低いんで、この辺、クンさんこの辺差し引いてもらってもいいですか。あー、いいですよ、はいはいはい。タクシードライバー要素あるかこれ。いや、これはないのでは、さすがに。締めたな。あ、打ってきた。看板。
鹿児島？鹿児島。全然違う。そしたらこっち側にちょっと変えます。いやー分からん。でも京都でもお茶作ってそうなんで。宇治抹茶あるもんね。リスク分散をしてどうなるか。2.5 倍のダメージだからこれ結構。うわー。南九州市ですこれ。タクシードライバー決勝進出。おお、いやでも相手分かってたのすごいね。すごいっすね。おかしい。おお。危ない。やっぱ静岡に打ってますね。タクシー勝つ、準決勝勝利で決勝。おお。おお。よかった、知識使えて。すごい。最後よく鹿児島分かりましたね。看板見つけてました。はい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 。国道16号線もう本当にピンポイントで差し入れました。上尾市ピンポイントやべえな。上尾市がねちょっとピンポイントで分かってて、あれがすごいタクシー要素かな。タクシー要素だったな。はい、ということでありがとうございました。じゃあタクシードライバーは決勝進出、トラックドライバーさんはじゃあ今日これでお疲れ様になります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということは無職 VS タクシードライバー、なんとなんとなんと最後のですね。じゃあちょっとラスト一戦ということでいきましょう。はあ、決勝戦お願いします。お願いします。決勝ちょっと無職には負けたくない。強いっすよ。ちなみにヌイさん、なんかびっくりしましたよ。本当に押すスピードが違う。慣れてるんですかね。じゃあ行きましょう。いやぬいさん、まさかの決勝進出ですよ。ぬいさん、なんで来れたんだろう。なんで来れた。まあなんかどうしてここまで来れたのかわからないが、すべての職業を打ち破り、うん、東大もね撃破したし、最後タクシー運転手を撃破して勝ちに行くと。行きましょう。さあラスト決勝戦、無職 VS タクシードライバーで無職残った。さあどこだ。うわー、なんだこれ。北海道ではない。あーまあ確かにね、それ大事だよね。ノット北海道かどうかみたいなのね。お、早速看板があって、湯浅ごぼう、なんだこれ。川辺、ちょっとわかんねー。まあ田舎ですね。いや今回だいぶ田舎っすね。看板が、あ、なんか高速の看板。お、川辺。川辺、え、湯浅ごぼう通り、聞いたことない。聞いたことないですね。どっかの有料道路っぽいですけどね。さあ看板があまりないぞ。他に何もない、何もわかんない。さあ何も見つからない。いやマジで何もないね。あ、でも青看板が、うん、地名がわかんない。ごぼう市内。ごぼう、ごぼうってどこだ。日高、わかんない。日高町、日高町わかんないな。まあまあ向こうもでも分かってなさそうなんかな、まだ。うん、あ、でもなんか出てありましたね今。川辺 IC。 高速道路の近くなんですか。ですね。難しいな。分からない。ずーっと川辺と日高っていう文字だけが。それ分かんないですよね、どこか。むずいっすね、なかなか。いやどこだろう。一旦どこら辺自分させばいいですか。ちょっと私関東にしときます。埼玉あたりにします。さあ、ぬいさんこれどうしますか。残り30秒。東北ら辺にさしてもらっていいですか、くんさん。あ、はい、じゃあ東北さしますね。見た、ぬいさんは大阪ら辺にしとこう。おいい感じしてるね、これ。和歌山だよ、これ。和歌山です。和歌山ごぼう市ってある。相手分かってないか。分かってない相手。お、これ勝つんじゃないか、もしかして。勝てるぞ、これ。あと1回で勝てるぞ、ね、これ。もう北海道即打ち、北海道来れば。北海道即打ち。おー、大阪差してきた相手。お、これ相手当ててきたの。なんか北海道ではなさそう。さすがにね。こうやってなんか書いてある。広とこ、広とこ、ふるさと公園。絶対ちっちゃい地名だろうな。自由民主党。うん、自由民主党応援してそうな場所か。島根、島根じゃない。ああ、あれ島根ってどこだっけ。お、島根どこだ。え、島根ってどこだ。島根打てって言われたら打ちますよ、とりあえず。打ってください、島根。わかんない。東、わからない。わからんすね。あ、島根。おお、あ、松江市。島根、松江市ってどこだろう。さあ、どこでしょう。あ、ありますね。これの、これもピンポイントで探した方がいいですよね。こちらでもって感じで、かなり強い。25。どこだろう。25。県道25。松江市でかいですからね、上にも下にも。確かに。ちょっと一旦この辺させてます。25号線があれば、あれなんですけど。あ、24あったな。24の方にしときます。あ、25あった。お、ほんとだ。おお、早い。ここら辺ですか。じゃあ自分も刺しておくの。はい。多分すごい。島根県第一選挙区から見つけた。いや一応松江とは書いてあったから、まあ多分打つんじゃないかな、松江に。どうだ。
おー、相手もさすがに、相手、これ剣道の番号まで特定したんじゃない、これ多分地図読んでるから。確かに地図読みは強いのか。おー、おー、近い。じわじわとちょっとずつ。ヌイさん結構わかる、ここもなかなか強いなですね。ただの無職か、本当にこれ。チリに強い、チリに強い無職。さあ田舎来たぞ、これ情報取れるかどうかが肝になってくる。めちゃくちゃ田舎だねこれ。縄手橋ん、これ何、これ御前先どこだ知らな、俺あんま聞いたことない、ね、さあ他に情報を得ないと厳しいぞ。んー、でもなんかあったかそうな地域ですね。なんかね、だいぶ見た目はすごいあったかそうですね。さあどこら辺だろう、相手もだいぶ苦戦してる。難しい、何もないですね今回。しかもタクシーメタも使えなくて、こんな田舎だったらねタクシーなさそうですね。でっかいところでないと。うん、さあ他に情報取れるか、残り1分を切っている。わかんないな、まあ、まだね、まだある、まだ。同じく御前崎市。どこなんだ、わからん。ちょ、読み方はお前崎らしい。お前崎。さあもう30秒切っている。どうします、どこ打ちます。ちょ、西日本っぽいから、西日本らへん。どこだろう、難しい。あ、茶畑がある。お、畑、茶畑ですね。一旦静岡にしときます安心の茶畑、地元なので地元の信頼が厚い。ガチ静岡じゃん。お前だけ結構近くです、地元の。おお、一気に逆転。強っ相手。おわ、相手しっかり。まずい、やばい、これ次で決着つくぞ。まずいぞ、次だぞ多分これ。さあ北海道来るか、大分県。大分県。もうちょっと細かい情報が欲しいところか。あ、ここら辺だろ、だいぶ山ん中っす。そうですね、頭ここら辺にタクシーが1台通りかかったりしたらな本当にでもなんかこんな山奥だったら遠方から来たタクシーっぽいですよね。いても、あ、確かにそっかあ、九州。お、早っ見つけんの。九州どこだろう、一旦九州に打ちます。熊本。ヌイさんが打ってきた。なんですかね、難しい。自分も九州の適当な位置ですか。そうですね、九州は多分確定なので。了解です。ん、これ、いや読まない、読めない。なんとか熊の幼稚園、なんとか市。確かになんとか市は読めない、俺も。なんだこれ俺が読めるだろうな、多分なんとなく。何市これ、奇変に午後の午ってこれなんていうの。どこだ、あ、これか、あ、ここだ、ここだ。お、見つけた。キツキのことね、はいはいこれ、あ、キツキって読むんですよこれ読めない。あ、でもこれはかなり近いところにゲスできるんじゃないか。相手が道路番号とかそういうのを見つけなければかなり。さ、キツキ氏を相手は見つけているのか。おお、見つけてない。これはでかいんじゃないか。2倍。おお、あと1ミリ。あっつ。さあこれはどっちかが当てたら勝ち。うわおお、すごい。え、すごいな、ぬいさん、マジか。あぶな。うわおはは、残り39。もうダメージ食らえない状況。いや、すっごい場所来たな、これ。何これ、海？さあ、海が、ノースイースト。看板が少ないぞ。さあ、情報取れるか。ガチ通るだけだな。あれ？なんか書いてある。お、八戸、八戸ってどこだ。お、八戸市はどこだ。わ、あ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 、わからん。聞いたことあるんで。うん、聞いたことある。有名だ。有名？わかんない。ジオゲッサーやりすぎて当たり前なのか。ジオゲッサーやりすぎておかしくなってる可能性あるけど、まあ。八の部屋は聞いたことあるかなってどうだったけど。お。え、1号線入ってますかね。入ってそうっちゃいます。どうすか。え、なん、大蛇地区、大蛇地区っていうのかな。大蛇地区。あー、なおね。わかんない。あ、でも看板ある。みんな道の駅の看板っぽい。あ、八の部屋。あ、これ青森ですね。おお、八戸辺に入ったところの海沿いだからこの辺ですかね。なるほどね。あ、よかった八戸辺見つけれて。すごい、八戸辺に入る前のそこら辺の道。橋上町と八戸辺の間だから。橋上町でも聞いたことない。あ、これだ。おお、八戸辺の間だから海沿いにしときます。あ、大蛇あった。おお、大蛇ある。この辺にしようかな。このまんま確定してますよね、八戸辺がここに。まあ、そうっす、八戸辺っす。大蛇、大蛇も見つけるの早いな。あ、大王者ですねこれ。王者なんだ知らなかった。さあ残り30秒切った。八の辺。さあ八の辺まで分かっている。相手も八の辺氏だったら相手は分かってそうだ。分からん、適当にここら辺。
さあ、クンさんはどこに？この辺。はい。八戸は青森だ。青森なんだ。相手やばい。相手やば。やっぱ。タクシードライバー。あれタクシードライバー強い。ああ。ちょっと酔ってるからかな。うん、ちゃんと北に海があるとこ打とうとはしてた。いやすごい、いやこれは強いわ。タクシー優勝か、これで。やった。やっぱ地名強いっすね、一瞬で。よかったです、知ってる場所だったので。いや、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。無職は残念ながら八戸の位置が分かりませんでした。八戸知らなかったね。知らなかった。いやすごい、でもなんか精密な特定できてなかった。なんかいや、そう、なんかね、思ったより地図見るのうまいっすよ、めっちゃ。あー、やっぱり。あーすごっ。地図会社よりも地図読むのがうまい。確かに地図会社よりうまいね。初戦敗退だからな。初戦で地図会社の人、いや、わかんな、わかんなって言いながら敗退してったから。まさかの。いやー、よかったですね。タクシードライバーの人が職業トーナメントだと優勝という形になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、とても、とても良かったと思います。無職の人も惜しかったです。もうあと一歩でしたね。はい。はい。ということで、まあ、ジジって言って終わりにしますか、みんなで。はい、じゃあ、お疲れ様です。ジジー。ジジー。